鼻を伸びて、よいしょ。どうもこんばんは、トリクサーアイプップです。シャルツ、改めましてパオパオアイプップです。ってことでですね、久々のね、撮影になります。前撮ったのが1月の上旬でしたね。で、今が何日だっけ、今日1月の29日、もうすごい間が空いてます。まあ、なんで間が空いたかっていうと、まあ私自身ね、ちょっと腰痛めててね、まあなんかなかなか活動に対してね、積極的になれなかったとこも あったのと、まあちょっと心身ともにね、やられてたとこがあります。今もうなんか喉が痛いですね。なんか早く寝たんですけどね、なんか今朝スーパー行って朝一でね、開店直後で、まあどうしてもね、ちょっと うんちがしたいということでね、まあトイレ行ったんですよ。そしたらね、その私の隣にいたやつがね、咳ごほごほしとってね、あーなんかでも我慢できなかったから、でもこういうのが本当に嫌ですね。ね、でですね、今ね、やっぱオミクロンの感染拡大がもうひどい。今8万ぐらいいってますよね。東京だけでももう2万近く。もう政府も自治体もね、何にもしない。もう、なんか沖縄が今なんかピーク時よりも今半分の数で出て、そのピークアウトをね、待とうっていうような姿勢をね、なんか、政府とか自治体とかがね、やっぱ望んでるんだと思うんですけど、ね、そんなピークアウトする前にね、私たちがね、ダメになっちゃう。だからね、やっぱ言いたいです。家で過ごす、あなたの意識ある行動が大切な人、そして誰かを救っていること、忘れないでくださいね。一人一人がね、やっぱ危機感のある行動をすればね、たくさんの人がね、苦しまずに済むんですね。やっぱコロナは誰かを通してね、やっぱ感染するんですよ。まあ人を通して。だから人と人との接触をね、やっぱ減らせば、おのずとね、落ち着くはずなんです。ちょっとすいません、今日本当に行けねえな、なんか。スーパー行ってから、ちょっと調子悪いです。ってことでですね、今回の商品なんですが、これがね、ポケマルで買いました。和歌山のね、池田さんのね、足赤エビです。ね、これも結構、日が経っちゃってましてね。いつ買ったかな。もう3週間前ぐらいだと思います。で、これがですね、コウイカですね。これめちゃくちゃ大きかったです。いやー、捌くの大変でした。でね、なんかね、さばいたからね、こういうものが出てきました。もうなんか、すごい、多分これ、骨盤なんだと思うんですけどね。なんか、ね、この小判みたいでね、記念にずっと撮ってます。で、あとこれが、鳥羽農園さんのね、みかんです。ね、去年ね、ちょっとからのね、お付き合いなんですけどね、ちょっと紹介は控えてくれっていう話だったんですがね、今回はね、その紹介の許可を下りました。ってことでね、まあ今回は和歌山特集です。ってことで、あんま私体調良くないんで、ね、祝福愛していきましょう。もう開く準備万端。じゃあ行きますよー。スリー。あれ、なかなか行かない。あ、これ、今回、なんなんだ。あれ、なんかうまくいかないっす。行きますよ、行きますよ。なんかすいませんね、久々で。あれ？なんだこれ？なんか土地悪いな。おー、なんかうまくいかないぞ、こいつ。あ、どうだろう。飛ぶ？これ。ちょっと飛ばないかもしんない、これ。いやー、飛ばないぞ、これ。いや、今日スーパーで買ったのばかりなんです。いや、飛べよー。
ああ、いきますよ。飛びつくかとワンがわからんですけど。ガシャルッツー。いやー、いきましたねー。いやー、もう久々のシャレオツでした。なんかちょ、開かないんで焦りましたよ。じゃあ、早速食べていきたいと思います。ルネッサンス、シャラッツー。やっぱね、海鮮系のね、お供は白ワインですね。じゃあ、ね、まずは、エビからいきます。エビね、おすっげえ大きいなエビなんですよ、これ。ね、天ぷらにして、天丼にしてもいいかなって、思いました。そうそうそう、忘れちゃいけない。あのね、池田さんはね、なんか、息子さんが最近生まれたんですって。ね、なんて言うんだろう、出産おめでとうございます。ねえ、なんか、こんなご時世でね、なんか出産って大変だなと。今なんか妊婦さんのね、なんか感染者がね、なんかすごい多いくてね、なんか5倍とかって書いてあったな、ね、去年の。まあオミクロンだからね、ですよね。まあ、やっぱこんなご時世でもね、やっぱ年のことはあるから、やっぱあんま、ねやっぱ、収束を迎えずにねっていう人も多いと思うんですよ。まあ仕方ないのかなってね。コロナが感染し、ね、流行ってるからちょっと引き換えようっていう考え方もやっぱ難しいのかなって、うん、だっていつになるか分かんないですもんね。いやー美味しいですボリューミーあって、本当に大きいエビですよ、これ。アシアカエビって言うんですけど。ねえ。いやー、本当に。なんか、池田さんは今、いろいろ売られてますね。まあ、アシアカエビとコウイカとか、ね。今はなんか息子さんの、ね、やっぱ誕生セールでね、安くなってんで、ぜひ、ね、良ければ買ってください。ね、和歌山も今ね、感染者がね、何だっけ、300以上は行ってますよね。ほんと大変だと思います。やっぱ何なんだろうなって。お正月で帰省した人がやっぱ持ち込んだんだと思う。やっぱ今、どこの生産者もね、やっぱ苦しいと思うんで。だからね、なんか、外に、ね、出るのではなくてね、家で過ごしましょう。ね、こういう人はね、なんか助けてほしいです。ほんと、なんか苦しんでるんで。うまい。だからね、もう最近、なんか、これっていうような感じないんですけどね。もう、そうそう、バレたいんだな。チョコ、ね、今年もゼロだ。いや、てか、こんなご時世で出会いねえんで。ね、じゃあ、くれるような人もいないじゃん。まず、ね。なかなか私モテんもん。なんか、ね、バレンタイン、ね、今年も撮るんですけど、何喋っていいかわかんねえ。で、それぐらいモテんのですよ。本当に、もう嫌になっちゃう。ねえ、なんかもっと魅力があればなぁ、かっこよければなぁって。いや、私。ねえ、なんか、やっぱ、結構、やっぱモテればね、こういうことやった時にいろいろ話せることがあるんですけど、モテんでね、残念ながら。なんか皆さんにね、おぉ、こいつ面白い話持ってんなぁ、なんていうようなね、ネタがね、ほんと出せなくてね、面目ね。美味しい。ジャクタボリューム。二度目ですね。美味しいな。私、あんまエビがね、好きじゃないんですよ。エビって、なんか、殻剥いたりすると手が絶対汚れるじゃないですか。なんか、手間だなって。
いや、このワイン消えねえ、なんか。いつものワインじゃねえ。なんか匂いがね、違う。なんかね、ちょっと腐ってる匂いがする。そう、前ね、リサイクルショップでね、お世話になってた時のね、なんか、同じような匂いがする。これ。だって全然なんか、うまく開かなかったんだ。開くまでが。スーパーで買ってんだから、ちょっともうちょっとしっかりしてほしいな。うん、思います。もう今11分だ。ここいかちょっと食べて終わりにしたいと思います。今はね、本当に、マジで、もう生き残ることだけ。こうね、なんかね、あれですよね。本当にななんか、面白い話したいなって。あ、そうそう。なんか、会社のジムの女の子が、なんか、辞めました。その、なんか、なんだろうね。なんか、その、こう、恋バナしてて、なんか、その人といい感じになるのかななんて思ったんですけど。なんか、私は全然、また外れて。ね。会社には出会いないですからね。で、今本当に会社と家の往復でしかないけないっていう。スーパーとか、夜に行けば、なんかね、若いお姉ちゃんとか、レジで立ってるんですけど、今、なんか夜行けるほどのね、体力がない。よりもなんて言うんだろう、いや鍋の食材欲しいんですけどね、なんか結構もう夜だと品がないから、やっぱ揃わないんですよ。だからやっぱ朝一に行かなきゃって、もう朝一の方が人がいない、夜の方が人がいる。やっぱリスクを考えるとやっぱ朝の方がいいのかなって。でもね、出会いがない、おばさんしかいない、もう。そうだよね。なんかな、いいなって思うような女の子が、まあ、2、3人ぐらいいるんですよ、夜は。もう今、全然いけてない。まあ、話したこともないですけどね。あ、美味しい。あとね、みかんね、いただいてね、終わりにしたいと思います。いや、毎日ね、みかん食べさせていただいております。やっぱね、ちゃんとビタミン取ってね、やっぱしっかりね、なんていうんだろう、やっぱ感染対策なんですかね、わかんないですけど、やっぱこういう日頃のなんか行いが大事なのかなって。ちょっと半分ね、ちょっと食べます。今日も1個食べましたよ。あ、おいしい。お酒の後にいいのかなって。もう久々の収録なんで、ちょっと余裕が早いです。もうクラクラしてきてる。みかん美味しいですね、ほんと毎日食べてます。なんかみかんのね、独自入手ルートをいろいろね買ったんですけど、やっぱ鳥羽農園さんのみかんが一番いいなって。まあやっぱ人柄がね、一応なんか何よりもいいなって思います。ということでですね、本日の撮影はここまで。私もね、ちょっと体調をルーズしたり、メンタルやられたりしてね、まあいろいろね、ちょっと大変だなって思うようなね、時期
かもしれません。ただね、皆さんね、やっぱなるべくね、外出を控えてね、自分の身は自分で守りましょう。今はもう病床とかもないと思うんですね。もう自宅療養しないといけないし、だからね、やっぱ前 PCR 行ったんですけど、もうね、検査試薬がね、もうないって言われたんですね。だから PCR 受けたくてもう受けれないような状況に陥っております。だからやっぱ体調悪くしないためにね、やっぱ気をつけるべきなんだと思います。私も結構ね、私発達障害持ってんでね、すごい、ちょっと精神的に病んでるわけですよ。今までね、人生うまくいってないしね、自分ダメだなぁ、なんて安いと思ったりするんです。それよりね、ちょっと夜が遅くなっちゃったりすることがね、多々あります。ですがね、もう私はね、やっぱこれからね、先の未来でね、やっぱ出会うべき人がいると思うんです。だからその人のためにね、やっぱ早く寝てね、しっかり体調を整えたい。そしてね、やっぱ、ね、感染せずにね、アフターコロナも帰ってね、やっぱこういう人に会いたいなと思います。皆さんもね、しっかりね、危機感を持ってね、感染しないようにね、努力しましょう。ということで、いつものやつやって締めたいと思います。代名詞は、いつでもしゃれぽつ。ご視聴いただきましてありがとうございます。しゃれぽつ。ダメだ。久しぶりすぎて、もうちょっと酔いが。回りすぎて、気が遠くなってきた。